2024年5月12日になります。日曜日ですね。ここは新潟市中央区上所というね住所になります。前に見えてるのは昭和大橋になりますね。昭和大橋の際の温度計見えますかね。ちょっと見えないかな。いまいち27度ですよ。めっちゃあったかいですよ。27度、もう夏日って言うんですよねこれね。いやーあったかい。はい、今日はですね、来年の春、2025年ですね、2025年春にめがけてですね、今現在目下建設中の越後線新駅上所駅のですね、工事の進捗状況をですね久しぶりに見てこようと思います。だいぶ間空いたんでね、まあどれぐらいぶりかな、1ヶ月ぐらいもしかしたら空いたかもしれないですけど、もうちょっと空いたかな。はい、ちょっと久しぶりに行くので非常に楽しみですね。なんかホームのね、ほらプラットフォームができるじゃないですか。2面2線の駅になると思ったんですけど、だからホームが2箇所できる予定なんだけど、それの骨組みっていうか土台みたいなのがね、前ちらっと見た時はできてたんで、その後、まあ進んだのかどうか、今日はね、まあ、日曜日なんで工事はまあ行われてないと思うんですけど、はい、そのような、ね、状況をですね、確認しに行きたいと思います。すごく暖かいですね、新潟市内はね、今日はね、ぽっかぽか。こちらが西湖線橋になります。まずは西湖線橋の上からですね、はい、工事の状況を見ていきたいと思います。西湖線橋の方にもね、あの温度計があります。やっぱりまあ同じですよね、27度。めちゃくちゃ暖かいですね。行ってみましょう。結構久々に西湖線橋に上がってきました。いやー、なんか風がちょっと強くてね、ボボボって入っちゃってるかもしれないですけど、その辺はご勘弁いただければと思います。はい、目の前に見えてるのはね、上越新幹線の、レールですね、ガード。そして左の方がね、新潟駅の方になります。留置線の方には129系が4台止まってますね。こんな感じ、わかりますかね。あそこめっちゃ行ってみたいですよ ね、 あのね、車両置き場になりますね。その先が新潟駅、高架化された新潟駅になります。はい、それではね、今日のメインはこちらになります。はい、JR 新駅上所駅になりますね。越後線になります。あれは多分ね、ホームの土台ですね。レールが2本あります。上り線下り線、そして左右にですね、ホームの多分骨組みというかですね、基礎ですね、になるようなものがですね、だいぶできてますね。あの上にこうね、足場みたいなのもね、まあコンクリートにされるのなるのか、その辺はちょっと分かんないですけど、だんだんこれから進んでいくような感じになりますね。いやー、なんかちょっと駅らしくちょっと若干なってきたかなというね、感じはありますね。ここに来年の春にはね、駅が完成して、ね、電車が止まって乗り降りできるといった感じになりますね。はい、もう少しね、先の方からも見てみましょう。はい、線路の脇にはね、まあ半場ユニットハウスみたいなもので、休憩スペースなのかもしれませんね。その先にはセメントプラントですね、セメントを練るね、まあ、ちっちゃい工場みたいな感じになってますね、プラントですね。その先にはまあエアーマンとかね、要は、発電機とかね、大型のね、ものがあります。あとは重機ですね。工事が始まる頃に比べるとね、重機の数はかなり減りましたね。当初始まった頃には重機が本当ずらずらっとかなりのたくさんの、ね、重機が置いてあったんだけど、それがかなり減ったといった印象ですね。周りはほとんど住宅地になりますね。はい、お店とかはね全然ないんでね、駅が稼働し始めると何かお店とかが、ね、できたり、ね、食べ物屋さんができたりするとなんか結構なんか嬉しいなと思うんだけど、今現在はね食べ物屋さんとか全然ないんですよね。完全なる住宅地なんでね。はい、カイロプラクティックセンターっていう、まあ、生態とかの関係のあれかな、まあ、お店というか、ありますね。はい、湖線橋の向こうは、まあ、新幹線と、その向こうに行くとね、まあ、食材スーパーみたいなものだとか、しゃぶ用っていうね、しゃぶしゃぶのお店だとかね、あとまあパチンコ屋さんだとかね、まあ、いろいろ立ち並ぶようなね感じのねところになります。はい、それではですね、はい、下に降りてってみましょう。なんか久々に来たらこの手すりがめっちゃ綺麗になった感じがするね。綺麗に拭いたのか塗り直したのかちょっとわかんないけど、今までこんな綺麗だったかなっていう、なんかちょっと今日思った印象ですね。はい、そして西湖線橋の下にはですね、
こういった公園があるんですよね。毎回なんとなく映して説明してるんですけど、この雨に当たらないね、まあこのガードの下になっているような公園なんでね、はい、天候に左右されず遊べるといった感じですね。幸い公園という名前がついています。今日はね、子供たち日曜日だけど遊んでる子は全くいません。はい、お砂場があり、滑り台、そしてブランコがありますね。はい、幸い公園になります。これが西五線橋の下といった感じ。まあ誰でも普通にいつでも入れるような感じですね。ベンチがあります。いや、今日でも寂しいね。全然誰もいないんだね。びっくりしましたね。はい、周りは住宅地になりますね。はい、それではですね、マジカから新駅の方をね、近づいていきたいと思います。現在車両通行止めですね。あの先狭くなってるところが、まあ、通れないといった感じになりますね。はい、歩行者は全然 OK ですね。こちら側にはね、ああいった機械だとか重機というのはね、ほとんどない感じになりますね。向こうにほとんど置いてあるような感じ。線路がまあ近くによく見えてるといった感じになります。そしてこの辺からですね、工事、その、駅がね、始まるところあたりから、この工事用の安全第一のフェンスで覆われてるといった感じ。これがまあ間近から見るね、ホームの土台ですね。こんな感じ、鉄骨が組まれていてね、この上にまあ足場ができて、柵ができて、まあその白線とかね、そういった展示ブロックとかがね、敷設されてね、だんだん完成していくような感じですね。屋根ができてね、まだ屋根の部分とか全然ない感じになりますね。129系来ました。ちょっとこれいまいち映らないから、映るか、はい、結構ね、結構いい勢いで走っていくじゃないですか。これがここでピタリと止められちゃうんでね、まあ、快速とかそういうの、まあ、特に多分越後線ないよね。だから全ての車両がここで、止まるような感じになりますね。まあ2、3分伸びちゃうね、多分ね、うちのとかそっち方面に行くね、到着時間がね、多分そんな感じになると思うんだけど、はい、そしてこれがまあね、通用口っていうか、まあ、重機を入れたりね、人が入ったりするような感じのね、門になりますね、ゲート、はい、今日は工事はお休みですね。はい、新しい駅を作っています。はい、上所駅というね、もう名前が、ついてますね。はい、そしてこれね、もともとあった地下道になります。はい、前はですね、こちら側の入り口と、そして向こう側にもね、地下道への入り口があったんですけど、なんと片っぽになったという感じになりますね。これはもう片っぽのまま行くんでしょうね。ちなみにこの地下道はそのままね、再利用するとね、言われています。はい、それではまあ、とりあえずね、この上所側の方をですね、はい、端っこの方まで見ていこうと思います。この辺はそうだね、それなんか重機っていうか、重機なのかな、動かせない、もうここに置いてある感じの重機ですね。なんか掘削機なのかな、すいません、ここら辺はちょっとわからないで言ってるから申し訳ないけど、掘削機っぽい感じ。そしてまあこの辺は駅になるスペースだと思うんだけども、そうですね、駅舎、多分この辺が駅舎になるような感じ。まあ、まさかここまでせり出てくるとは、感じではないとは思うんですけど、ちゃんとね、完成すれば後々ね、ここは車がまたね、通れるように戻るとは思います、おそらくね。はい、この辺は何だろうね、仮設なのかな。はい、そしてまたね、あのホームのね、基礎の部分が始まりますね。はい、最大でもまあ6両編成の電車しか来ないと思うんでね、まあその分なプラスアルファぐらいで作ってあると思うんだけど、2両か4両か6両、ね、そのいった129系しか来ないんでね、そういった車両が止まる分のスペースしか多分作らないとは思うんだけど、そういった感じ。結構まあ簡易的な、ね、まあまあこう当然高級的に使うんでしょうけど、割となんか、簡単な作りのような感じにも見えなくもないですね。はい、こんな感じになります。これが一番端っこになりますね。それ以上先、白山方向は特に、何も変わりないといった感じでしょうかね。はい、まあ、この辺はまあアパートみたいなものがあったり、まあ、普通の民家があったりするような感じですね。線路沿いに歩けるのはあそこがまあ突き当たりで、右の方にね、ガクンと曲がるような感じのね、道になってます。まあ、こんな感じかな、こちら側はね。
そうだね、この辺までにしとこうかな。ゴミステーションがあるとこまで、その先はまあね、ガクンと右に曲がってて、ね、道路がね、といった感じになりますね。はい、戻って、今度はね、地下道をくぐって反対側の方を見ていきましょう。はい、駅はね、確かこの白い外壁っていう風に決まったんですよね。これも確かなんかアンケートみたいなのでね、応募があったと思うんですよね。まあ白い外壁になって、まあ無人なんだろうね、多分ね。あのこの QR 読めばですね、いろいろなまあね、ものが出てくるのかな。これまあ概要欄貼れたら貼っときますんでね、ぜひご覧いただければと思います。あと上所駅の動画、過去にもねかなりたくさん撮ってきたんでね、それもまあ概要欄とか貼れたら貼っときますので、ぜひね過去動画なんかもご覧いただけると非常に嬉しく思います。はい、今度はね、うちの方向行きが来ました。やっぱり2両編成なんだね。まあ土日はね、やっぱりああやって短い車両が結構ね走ってますね。短いのばっかりだね。2両短いですね。あっという間に通り過ぎる感じ。ここにね、地下道がもう一箇所ねあったんすよね。無理やり塞いだような感じですね。そしてコンクリート結構まあね、こうガシャガシャにはつられてる感じなんですけどね、まあ、こちら側の入り口はね、まあ、再び作ることはまあないでしょうね、おそらくね、はい、同じものがね、これと同じものがね、こっちにもあったんですよ、過去にね。過去動画見る、ね、ご覧いただくと分かると思うんですけど、こちら側にも入り口があったんだけど、これが片方になりました。それではですね、いざね、地下道かなり狭くなってますね、この工事の関係でね。はい、行ってみましょう。かなり久しぶりになります。特にまあ大きな変化はないのかもしれませんが、はい、この地下道をまあ綺麗にして再利用するような感じだと思うんですよね。このこれなんだろうね、このパイプは中になんか電線とか入ってんのかな。はい、あ、なんかすごいひんやりしますね、ちょっと涼しい感じ。はい、そしてこれね、同じような階段がね、向こうに向かってもあったんだけど、すっかりですね、はい、コンクリートの壁で塞がれたような感じ。これ新たにね作られたコンクリートの壁になりますね。結構がっちり、はい、ここに階段があったんだけど、すっかりなくなってしまいました。はい、それでは地下道を渡っていきます。線路の下をくぐってるような形になりますね。あ、なんか絵とか貼ってあったような気がする。違ったっけな、どっかと勘違いしてるかな。はい、そしてこちら側もですね、左右に階段がありました。はい、こちらの階段ね、なくなってます。ちょっと見えてるね。あ、なんか水溜まってるね。見える？わかる？ちょっと見えないかな。あ、ピントがちょっと全然合わないけど、なんか水が溜まってるね。うん、いまいちピントが合わないんで見えないかもしれないけど、なんか水溜まりになってるね。ちょっと結構深そうだけど、うん、そんな感じですね。この隙間、こっちはコンクリートでね、の壁ではない感じになってますね。はい、こんな感じになってます。こっちはね、壁はあのベニヤ板ですね。ベニヤ板、向こう側が見えない、上からも見えないかな多分ね。はい、そして階段登ってきます。この左側なんだろう、ケーブルトラフかとかかな。うん、まあ、信号とか送ったりするようなケーブルだとかね、そういうのがまあこのパイプに集約されてるのかもしれない。わかんないけどね、もしかしたら水道、いや水道とかではないと思うんだけどね。いまいちなんかそう見てもね、何なのかよくわからないけど、そういったものがあります。はい、出てきました。反対側ですね。こっちはなんて言うんだっけな、下所とかいうのかな、こっち側ね。はい、こんな感じです。駅の入り口、駅はどっちにできるの、こっちかな。はい、こちらは重機だとかね、資材がたくさん置いてあるようなね場所になります。ここ本来であれば歩道だったんだけど、歩道がすっかりね潰されちゃってるんでね、全然こう歩く場所がない感じ。反対車線の方に行かなければいけない感じになりますね。まずは白山方向に歩いていきましょう。ここね、めちゃくちゃ車がたくさん通るんでね、なかなか危ないんですよね。本当であればちょっと向こうも見ていきたいんだけど、ちょっとあまりにも車がいっぱい通るんで、うん、ちょっと難しいかなといった雰囲気ではあるかな。うん、あそこのね、でもなんかちょっと見てみたいよね、あのなんていうの、穴が開いてるところ。ちょっとだけまあ見させてもらいましょう。ここはあ、さっきのとこだよね。水が溜まってて、もともと地下道のね、出口があったところですね。すっかり完全に壊されてますね。そしてまあシートパイルでね、周りをぐるりと囲っていて、どういう風になるのかね、結局は結論は分からないけれども、うん、こんな感じ。
今たまたま車があまり通らないからね、ちょっと見てみました。穴が開いていて水が溜まってる感じになりますね。ここに本来であれば階段があってですね、まあ出入り口があったような感じの場所になります。すごい楽しみですね。見えるかな。こんな感じ。見えましたかね。自撮り棒めっちゃ伸ばしてちょっと映してみたけど、はい、そしてさらに白山駅方向に歩いていきましょう。まあ横断歩道とかはないですけど、まあそこら辺からまた歩道が復活するんでね、ちょこっと歩道を歩いて白山方向にまあちらっとだけね歩いて行ってみようかなと思います。風がちょっと強いですね。風が強い感じ。はい、渡らせてもらいましょう。工事の概要はこんな感じになってます。これは駅の工事じゃなくて、排水施設下水道工事になってるね、はい、駅とは関係ない看板なのかもしれない、あんまり。はい、そしてレールになりますね。この辺は本当になんかフェンスも低くてですね、電車を取るにはねめっちゃ結構近くてバッチリ取れるような場所になりますね。もうさっき上りも下りも行っちゃったからまあ当分来ないのかもしれないですけどね、こんな感じになりますね。かなり近くにね、電車が見えるような感じになります。そして駅のねホームの土台もねよく見えますよね。同じ高さぐらいになりますけど、こんな感じでね、はい、間もなくホームができるような感じで、やがて屋根ができて、そして駅舎なんかができていくとね、だいぶまあ形になるんだろうね。まあ来年の春ですからね、3月ぐらい目処だと思うんですけど、非常にまあ楽しみな場所ではありますね。まあざっくりとこの辺までかな。まあこの角度でね、向こうからこう電車が来るとね、結構なんかこのカントがついていて、かっこいい感じで撮れたりするんだけどね、電車が今こっち来ないね、全然ね。はい、この越後線に関しては今129系しか来ないですからね、特急列車が通過するだとか、貨物列車が通過するというのはまあほぼないですね。ないんでね、はい、全くのもう129系しか来ないようなね路線になります、おそらくね。過去にですね、新潟駅高架化の工事の時にですね、電気を一旦ストップするっていうことで機動車しか来れないっていう日があったんですよ。その日にね、ここのね、路線はですね、すべて GVE400 が走るっていう日がね、過去にありました。その時にこの GV ね乗ってね、どこまで行ったんだっけな、内野の方まで行ったんだか、そういった動画ね、過去動画でだいぶ前ですけど上がってるんでね、まあ、忘れなかったら概要欄貼っときます。ぜひね、そういった面白いね時があったんでね、見ていただければなと思っております。はい、白山方面はね、だいたいこの辺で、あ、来た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 、あ、来たね。結構短い間隔で来るんだね。さっき行ったばっかりなのに、お、長いやつ。129系になります。越後線4両編成ですね。バイバーイ。かっけーですよねいやいや、ここはかつてね、本当 2,3 年前までは115系とかもいっぱい走ってたんですけどね、今ね127系とかも走ってたんだけど、今はすっかり、まあ、完全にあれだけね、ああいった結構なね勢いつけて高架化された新潟駅に登ってくんだけどね、今度ね来年の春からね、ここで一旦ねストップですね。駅で止まって、まあ必ず止まってですね、はい、バスみたいにねお客さんいないから通過っていうのはね電車ではないですからね、必ず時速0キロまで止まってドアを開けてですね、はい、それから立ち上がるような感じなんでね、はい、ちょっと雰囲気変わりますね。いやーすごい楽しみですね。でもね、はい、ここもね、まあこれからもちょっとね、どれぐらいですか、まあ1ヶ月以上開けないぐらいのスパンでですね撮影していこうかなと思っております。すごいね楽しみですよね、新しい駅ができるなんて。すごい久しぶりだと思うんですよ。このそうだよね、新駅ができたっていうのは多分この前はだいぶ前になるけど、うちの西ヶ丘だと思うんですけど、
うん、それに次いでのね、まあ、久々の新駅のね登場ってことで非常にまあ注目はされてるんじゃないかなと思いますね。はい、名前は上所駅、非常に楽しみです。それではね、新潟駅方面のねところの工事の状況を見てですね、はい、動画を締めたいと思います。それでは地下道よりも新潟駅方向もですねザザッと撮ってですね、終わりたいと思います。重機が2台ですね、バックホーとあとはブレーカーですね。はい、バケットがついたバックホーとコンクリートを発するブレーカーがついた機械がね、置いてあります。その先にはね、まあ、プラント関係になりますかね、コンクリートを練ったりするような関連の多分ものなのかもしれない。あとはまあ発電機とかね、はい、あとコンプレッサーなんかが置いてあるような感じですね。この緑のやつは何だろうね、ちょっと緑のやつ分かんないね、番号が振ってあるけどね。その先はですね、たくさんのまあホース類とね、あとキャップタイヤですね、あとエアホースみたいなのが置いてあります。あとはそうだね、エアーマンですね、これコンプレッサーになりますね。コンクリートを発する機械なんかはね、まあ、あのエアーでね空気の力で動いたりしてるんでね、はい、そういったものの、機械になりますね。その先にはね、これセメントプラントですね、はい、サイロになってます。この中にね、セメントですね、バラセメントがまあ詰められていて、プラントで、まあ、コンクリートを練るような感じになりますね。はい、セメントミルクとかそういった感じのものなのかな、多分ね、モルタルみたいなものをこう練られてですね、まあ地中に固めるような感じのね、まあ、構造なんだと思います、おそらくね。そして半板になりますね。はい、そしてかつて踏切だったような場所はですね、割と簡単なまあチェーンみたいなものでですね覆われていて、はい、結構近づいてねこう見れるような感じになります。まあ踏切だったと思うんだよね、多分ね、そういった感じの作りではあるからね、うん、ちょっとこれが実際に使われていた時代というのは僕わからないですけど、はい、こういった感じの場所があります。いや非常に楽しみですね。はい、場所はちょうどね白山駅とそちらの新潟駅のねちょうどど真ん中ぐらいにねやっぱり作るような感じになりますね。うん、新潟駅から白山駅っていうのはねやっぱりスパンが結構長いと言われていたから多分できるんでしょうけど、うん、まあちょうどまあいいっちゃいいのかもしれないですね。うん、非常に便利になると思います。近くにはね新潟南高校というね高校があります。はい、そこの学生さんとかはねきっとね非常にまあ便利にこの駅をね使うことになるんではないかなと思います。まあで周りはねこういったアパートとかもたくさん立ち並んでですね、はい、こちらマンションなんかもあったりねする場所なんでね、まあ非常にまあここら辺のね、住んでられる方にとってはですね、まあ、便利な駅になるんではないかなといった印象です。はい、そして上にはですね、車両置き場があります。あ、そして、白山方向行きのね129系も来たんで、これを撮ったらですね動画終わりたいと思います。電車、結局僕電車をね撮ったりするのが非常に好きなんでね、撮り鉄ってほどでもないんですけど、非常にまあ好きなんでこういったのはね、せっかくだからこう撮っときたいなと。何年か経ってね、あ、この電車なんかも2両編成短いやつ、やがてこの電車なんかもねなくなった頃にね、この動画が残ってればね、あああんな車両がね129系なんていうね古い車両が走ってたんだなっていうね時代にもね、この動画誰かに見ていただければ非常に嬉しいなと思っております。はい、上には129系がずらりと並んでます。これね真下すぎてちょっと見えないけどね、一番端っこのものしか見えないですけどね。はい、そんな感じでございます。いかがでしたか、 JR 越後線の新駅上所駅のね工事の状況。まあ、かなり、ね、なんか形になってきたかなという印象はありますね。ホームの土台ができてましたからね、鉄骨のね、あれが非常にまあ、ね、今後どんどんできていくのが非常に楽しみですね。駅舎なんかもね、まあ、外枠だぐらいもねできてきた頃が非常に、まあ、楽しみではありますよね。はい、そういったところもねなんか変化があればねすぐにでも撮影しに来ようと思っておりますんで、ご興味ある方はぜひチャンネル登録、グッド評価、コメントなど、そっちの方も見てみたいとかありましたらね、ぜひリクエスト入れていただければなと思います。はい、ここを歩いているとあの車めちゃくちゃ通るんですよ。あそこなんかいい感じの抜け道なのかな、僕通ったことないけど
なんかいい感じの時で、あそこで通る車に僕声かけられるの3回目なんですね。いや、ありがたいです。はい、ぜひぜひ見かけた際は、はい、お声かけていただければ、はい、ピックを差し上げますんで、はい、もらってください。はい、というわけで、ここまでご視聴いただきましてありがとうございました。新潟市中央区、地方先進駅上所駅のね、進捗状況をお伝えいたしました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ、ありがとうございました。